あのね、今回どうなんですか、今回はですね、なんで俺こんな泣いてんだろうな。マリンスーツ着てキャンプ場の目の前で大号泣してるけど何があったんだ。今回ね、検証動画なんですけど、まあ、マリンスーツを着ているということは、海を使った検証動画しかないでしょう。4月のアップデートでマリンスーツっていうね、ものが追加されて、海に向かってボタンを押すと、ジャブー。海の中を泳ぐことができるんですよ。でも、海の中にかっこいい入り方してーなーって時はもう、ジャンプして、もうジャンプして、俺もくるっぽー。はい、イケメン。海の泳ぎ方がイケメン。このゲームですね、5作からね、あつ森からスマホっていうのが追加されたんですよ。こちら、スマホが開けるんですよ。カメラとか、ま、タヌキマイレージとか、生き物図鑑とかね。いや、なんか、なんかスマホにしたアプリ少ねえな。だいぶ少ないな、スマホアプリ。マジ全然なくない？まあね、もちろんスマホって機械じゃないですか。やっぱ機械って水に弱いじゃないですか。機械とかが水に濡れたらすぐ故障してもう壊れちゃうじゃないですか。水没。今回は、あつ森のこのスマホを30分1時間ぐらいずっと海に水没させてたら負傷するんじゃないか。どうやってと思うと思うんですけど、なんとこのゲーム海の中でね、スマホが開けるんですよ。まあ、それはいいと。海の中でスマホは見れるのはいいと。でもね、完全に水没してるんすよ。行きますよ。もう、もう完全にスマホ水没してる。完全にさ、スマホを海の中に沈めて見てるわけですよ。この状態で30分1時間ぐらい放置したら故障してるんじゃないかということで。最近のスマホって防水機能あると思うんですよ。で、確か iPhone が水没させていい時間っていうのがあって、30分。間ぐらいまでは水没しても壊れませんよって言ってるんですよ。ってことでね、だから1時間ぐらいもずっとこの画面、この画面で水没させてたら壊れるんじゃないかな。じゃあ行きます。左上がですね、タイマーです。さあとさあ、ここで永遠と水没させます。いや、やっぱスマホですからね、これ。またザース、やっぱね、任天堂さん小ネタ要素すごいですから、1時間ぐらい海の中でスマホ開いてたら、もう壊れちゃうみたいな、隠し機能あってもおかしくはないと思うんですよ。任天堂さんのことですから。さあ、1分が経ちましたけど、まだ壊れてないですよね。まあまあまあ、さあ、今時のスマホとかね、1分水没させただけで壊れないですから。あ、やべ、やることねえな、この間。今撮影してんの深夜の12時45分だから、もう寝とこうかな。知らない間に放置してたら11分経ってました。11分経ったんですけど、今どうも全然壊れてないですね。まあまあ、まだいけるか。iPhone さんがだって30分ぐらいまで水没しても大丈夫って言ったんで、30分までぐらいまで多分壊れないと思います。あつ森のスマホも結構、水に強いんすね。あと1分。30分が経ちますが、まだ全然超えてません。耐えてます。すげえな、このスマホ。意外にすげえ。30分だって壊れてない。 iPhone はだいたい30分ぐらいまでらしいんですけど、あ、全然壊れてないですね、今のとこ。まあ、でもまだ、あともうちょっとしたら壊れ、30分じゃぴったしに壊れるってことはないと思うんで、30分ぐらい放置すればぶっ壊れてると思うんで。はい、ということで、あれからね、1時間が経ちました。まだね、僕、あっつの画面見てないです。あっつの画面見てないんですけど、今1時間経ったみたいなんですよ。1時間。海の中でね、私はスマホを開き続けていると。もう、さすがに、壊れているでしょう。さすがに壊れたでしょう。じゃあ、行きます。目開けます。壊れててくれ。いや、壊れても欲しくないけど、壊れて欲しい。壊れろ。せーの。あつ森のスマホの防水機能最強すぎるな。